生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。ローソン、あるかな。あった、あったぞ、あった。京都へ追い出すのミスター京都アッキーです。あったぞ、ローソンにあったぞ。結構ね、売り切れも続出してるみたいなんだけど、あったぞ。なんかね、7月13日に発売の京都の一乗寺にあるあの濃厚ラーメンとボッケーラーメン、それがローソンで発売したということで買ってきたぞ。はい、今から帰ってもらいたいと思います。そしたら家へ帰ります。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。ほら帰ります。はい、ということで買ってきましたよ。ごっけい監修冷やしつけ麺530円。もう飲みに行った帰りやから結構今日も酔ってるけど、新発売売ってたね。開けてみます。ごっけいのあの濃厚ラーメンの冷やしやで、これ冷やしバージョンのあの鶏パイタン、どういう想像ができるかって言ったら全然想像できないんだけど、もうキンキンに冷えてます。帰って冷凍室に入れてたんで、はい、これを取り出すと、ほんでこんな感じで極太麺ですね。でチャーシューとメンマとネギと味玉が入ってます。いやー、いろんなもん考えような。よし、スープ入れていこうか。何やこれ、ほぐし水は麺に直接かける。これを麺にかけるみたいわ。へえ。とりあえずスープ。濃厚なんやろな。ごっけいっていう名前使ってんやからね。僕もね、ごっけいは何回か、動画は出してへんけどまだ。何回か食べに行ってるんですよ。すごい濃厚。いくよ。おぉ、いいね。いいね。向こうもっとザラついてたけどね。いいね。いいね、滑らかな濃厚系で。よしよし、ほなら具材をこう分けて、結構なんか本格的やな。思った以上に本格的や。チャーシューも入ってるし、ネギはここでええんかな。パーッといこう。もう酔っ払ってるからね、もう酔っ払ってるからね、もうなんかわからん。ほんで、ほぐし水っていうのがあって、これを麺にかけるみたいなけど、麺をほぐすわけですね。これ固まってるから。ああ、なんだろう、ほんま普通の水なのか。ちょっと舐めるわ。うわ。ほんま、味せえへんわ。普通の水や。それでも固まってるやんけ。おい、ほぐれへんぞ。ほぐれません。おい。まあしゃあないけどね、コンビニ製品やからね、なかなかほぐれないですね。よし、ごっけいで現地でこんな冷やしとかあんねやろかね。現地でないのを販売してるのかな、知らんけど。こんな感じですよ。いや、なんか極太麺でうまそうです。はい、おいおい。ということでよ、今日は飲んで帰り、ちなみにごっけいさんの冷やしつけ麺がローソンで販売になったということで買ってきましたよ。売ってたね、売ってたね。まずビーフからいくわ。もう酔っ払ってるんですけど、締めのラーメン、ごっけいの冷やしってどんなやねんっていう気持ちなんですけども、まずは乾杯。これまるでビールとラーメン、ご飯も食おうとしてるから。よし、食っていきましょう。はい、今日はご飯も食うよ。雑穀米、ほんでなんか冷蔵庫にあったママの作ったなんかちくわのなんかこんなうまそうな、はい、なんか知らんけど、ほんでこのじゃこを、これもママの作ったじゃこ、これを
ぶっかけながら食おうと思ってんねんけど、ご飯を。この雑穀米ええじゃん。もう家ではね、健康に気を使ってるんですよ。はい。お前ラーメンばっかり食うたら死ぬぞってよう言われるんで、もう下回ってんけども、もう健康には気を使ってるんですよ。でもラーメン行くけどね、行くけどね。こんな感じですよ。スープこんなん。スープちょっと行こうか。なんか濃厚やけど、なんかクリーミーなタイプの濃厚さやな、これ。微妙な感じの。冷やしのごっけってどんなやねんって感じなんやけど。とりあえずいただきます。いやー、まあ世の中の皆さんはね、いろんな商品を開発してくれるから、次から次へとネタができてくる。はい。もう前ね、背脂の神さんのカップラーメンがファミマで販売になったんで、もうしばらく京都系はないかなと思ったら、まさかのローソンに、ごっけいさん。ごっけいさんですよ。しかも冷やしときた。はい。驚きですね。ということで、いただきます。始め！まずこのスープ。わあ。でもやっぱ魚介の効いたスープになってるのかな。なんかね、魚介系の香りしますわ。やっぱつけ麺っていうのは大体その魚介系の香りがするからね、そういう風に作ってるんかもしれんけど。そしたら早速やけど麺をいただきましょう。はじめの一つかみ、はじめの下までよ、はじめの一つかみはガバッといきたいけど、ちょっとねこれ固まってるんで、こういう感じで。うわぁ、でも飲んだ締めのラーメンっていうのは美味しいもんですね、ほんまに。そうしたらね、つけ麺なんで早速いきますけど、いや、その前にちょっと麺だけでいこう。麺だけで、うん、もちもちした麺ですね。もちもちしてつるんつるんした麺ですね。したら行くぞ、おらおらあ、麺バゲームじゃい。なんか鶏の香りのする冷麺っていう感じがするね、うん、ほんまにほのかですけど、ちょっと軽く酸味の効いたそんな感じの漬け汁ですわ、うん、でも美味しいね。なかなかうまくできてます。でもね、そんなにしつこくないんですよ。やっぱりボッケさんって言ったらもうドロッとなったのが有名なんで、ちょっとやっぱ濃厚系なんで脂っこい感じはするんですけど、これはさらっといただきます。うまいです。でここでお母さんのご飯、うまっ。冷蔵庫に入ってるの食ってるから、勝手に食ってたら怒られるかもしれんけど、もう今更作れないから、酔っ払ってるから。うん、うまい。はい、そしたらよ、この辺で味変するけども、胡椒、胡椒のゲリラ豪雨、軽くにしよう今日はね。今日はスープも少ないんで、ほんで大辛唐辛子、唐辛子はねちょっと多めに入れる、辛いの好きやしね。よし、これにつけていただく。もう味変わるかもしれんけど、やっぱ刺激物っていうのは俺大好きなんで。うん、いいね。おお、辛くなっていいね。これ胡椒が合うわ。これみんな胡椒入れてやってみて、むっちゃ合うわ。うまいわ。
この濃厚系のスーパーね、胡椒が美味しいんですよね。天下一品でも胡椒をそのいっぱい入れて砂漠にすると濃度が増す、そういう感じですよ。これもさらに濃度が増す。うまい。よし、行くぞ。これはプロの煮卵、うまい。チャーシュー、うまい。いや、いいね。もんだ帰りに美味しい冷たいラーメンとお袋の味、最高やわ。もう京都の山椒のじゃこですよ、これ。もう、 うちのママ上手に作ってくれるんですよ。最後でしょ、これ。もう何のおかずもいらんわ。うまっ。あかんのは上がってるんですよ。先祖飲んできて、先祖おつまみも食べて、でも食ってしまうや。これがデブのもとや。最後はね、じゃこ入ってるけど、スープ余ったんでかけます。じゃこ鶏白湯、うまっ。やっぱ麺に合うもんはご飯には合うね。うまかったね。7月13だったかな、ちょっと間違ってたらごめんね。確か13だと思うんやけど、ローソンで、いや、酔っ払った、新発売したオッケーの冷やしラーメン、冷やしつけ麺ですね。なかなか行きましたよ。まあでも、あの、冷やしなんでこれぐらいあっさりしてた方が食べやすいんじゃないかなという味付けで上手に作られてますね。久しぶりに極系のお店の方にも行きたいですね。僕ね、まだ動画上げたことないんですよ、はい、個人的には行ってるんですけども、またね、機会を見て極系さんの美味しいラーメンを食いに行きたいと思います。またローソンに、夏限定でこの冷やし売ってますんで、皆さんぜひお試しください。では明日からまた京都の美味しい飲食店を回りますんで、皆さんミスター京都アッキーから目を離さずに楽しみにしていただきたいと思います。今日は酔ってますけども美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。愛してます。お前ら愛してるぞ。ありがとうございました。いやー、腹パンパンです。ありがとうございました。